今回は YouTube のね、収益に関してのお話になります。まあ、YouTube のね、動画、収益化されている方だったらね、気づいているのかなと思うんですけれど、多分5月以降の収益が0円になっていると思います。というかね、むしろね、反映していない状態になっているのかなと思います。グラフで出している方だと急激に下がっていて、なんだこれってね、思われている方もいるんじゃないのかなと思います。実際に、収益0になっているんだけど大丈夫みたいなことを言ってる方々もいるようなんですけれど、まあ、一応ね、そういう方向けに今回動画撮ろうかなと思います。答えはね、こちらになります。画面に出てるんですけれど、収益化されている方のね、アナリティクスに行ってもらって、収益のところ見ていただくと、こういう表示がされています。収益のね、ところを見ていただくと。このレポートのデータに関する注意事項ということで、一応ね、上の部分に別途書いてある部分があるんだけど、確定していない収益情報を写すことはダメらしくて、もうね、確定してしまった収益に関しては出しても大丈夫ということなんですけれど、確定していない情報に関してはなんか出すとやばいらしいんで、まあ、ルルカはね、普通に収益に関してお話ししているので、別にね、収益額は見えても別に問題ないんですけれど、そういう規約があるらしいんでね、まあ、さすがに、せっかくね、ここまで頑張ったチャンネルがね、なんかあったら嫌なんで、見せれないんですけれど、こういう感じでね、表示されていて、一部のデータの表示が遅れています。トランザクション収益、収益5月1日ってことで、しばらくお待ちくださいということで、ルルカのね、画面、収益の方も5月以降のね、収益に関して0円になっています。なんですけど、まあ、こういう感じでね、表示されているので、まあ大丈夫じゃないかなと思います。残念ながらね、 YouTube さんのこういうグラフ、収益グラフとかに関してはちょいちょいね、バグります。まあ、別にね、そこ攻めるつもりもないし、個人的には最終的にね、お金の振り込んでもらえば何の問題もないんで、まあ、ここ最近収益のね、剥奪だったりとか、報告が無効とかがね、いろいろ出てきているので、0円とかって表示されてしまうと、やべえ、うちのチャンネルの収益剥奪されたのかなとかね、心配される方はいると思います。まあ、残念ながらね、一部の方は実際に収益剥奪されてる方もいるんで、まあ、0円になってるのが本当に0円の可能性っていうのももちろんあるとは思うんですけれど、基本的にね、剥奪されていないチャンネルで収益が0円になってる場合には、基本的にバグですので、あとはね、これが治るのを待てば、0円だった間に関しての収益に関しても後ほど計算されてね、付与されますので、ご安心ください。もしその0円がね、0円のまま続いてしまって、広告がね、消されていない場合に関しては、まあ一度ね、 YouTube に聞いた方がいいかなと思うんですけれど、まあまずはね、このバグが治るのを待ってばいいんじゃないのかなと思います。まあ、これね、別途動画するかわからないんですけれど、ありがたいことにね、3月4月に関しても収益に関してはね、10万円を突破しました。3月に関してはね、一応過去最高収益かな、広告単価だけで言えば最高収益が出てきて、3月に広告収益多かったんで、4月に関しては下がるのかなと思ったんだけど、まあ実際に収益は下がりはしたんですけれど、なんとかね、3月4月に関しても収益10万円以上超えることができました。ただし、まあ、こうやってね、収益が10万円以上もらえてきているので、なんかちょっと調子に乗ってね、ガジェットを大量に買ってしまっていて、入ってきてる収益以上に金を使ってしまっていて、これ何やってんだろうなみたいな状態にはなっています。今回はね、 YouTube の収益化している方で収益がね、0円になってしまって慌てている方、まあ、実際ね、こういうことはよくありますので、まあ、慌てずに、とりあえず待ちましょう。待ってもどうにもならなかったらね、YouTube 側に問い合わせしてみたらどうでしょうか。今後もね、YouTube での動画作成だったりとか、収益に関するお話もね、ちょいちょいですが、やっていこうかなとは思っていますので、よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいて、ありがとうございました。